up, guys? It's Kayla, and welcome back to my channel for some more Brothers Conflict. Today, we're going to try and make it through Christmas as well as potentially New Year's and any other cutscenes that come up along the way. For this week, I'm just going to do one last check to see if we missed any dates, and then also one last check on the sleepover to see if we unlocked any progression scenes. But yeah, let's just go ahead and get started. One of the date spots finally appeared white, meaning that it was a new one, so I played it. I think this is the very last one now, but let's just get into it. Shopping に行きたいです。了解。じゃあ行こうか。ここのショッピングモール、最近新しいショップが増えましたね。うん。何件か入れ替えがあったみたいだね。じゃあ今日は新しく入ったショップを見に行きませんか？いいよ。どの店から見たい？どこにしようかな。Why would you want to go to a furniture shop? 家具屋にしませんか？家具屋って、妹ちゃん大胆だね。ん？大胆ってどこかですか？ほら、普通男女が家具屋に来るのって同棲生活を始める時か結婚する時でしょう。No, it makes sense. Okay. 妹ちゃんも俺とそういう風な関係に見られたいのかなと思って。違います。私はただ新しいインテリアとか見たいなって思っただけで。うん。寝具とか中心に見たいんだね。かなみさん。それじゃあそろそろ帰ろうか。Okay, so that was it. That was cute.いいところ。こすって。自分で。Ah, that's right. We have to meet Hikaru, which I believe is a slightly different scene if you're on Kaname's route, since Kaname and Hikaru are like homies. But yeah, let's just go ahead and play this and see. あれ、妹ちゃん。今、学校帰り？ His monk outfit is the best. We've been seeing him in a different outfit. So this is quite the treat. Kaname さん。まさかカナメさんから声をかけてくれるとは思わなかった。それにしてもこの女の人、近くで見るとすっごく綺麗。こんばんは。こんばんは。ひーちゃん、彼女が前に話した。え？前に話したって？私の会話を出したってこと？へえ、そうなんだ。ふん。はじめまして、ヒカルって言います。よろしくね。ヒカル、I love this CG。どうして私の名前を？あんたのことはカナメからよく聞いてるから。それってどういう？私たちちょうど家に帰るとこだったの。あんたも一緒に帰りましょう。いいわよね、カナメ。うん、そうしようか。もう日も暮れたし。妹ちゃんを一人で歩かせたりはできないよね。はあ、当然のように家に行くって、ヒカルさんはカナメさんの彼女なのかな。それじゃあ私は自分の部屋に戻りますね。ヒカルさん、どうぞごゆっくり。あら、あんたもリビングに来れば。それにそんな他人行儀じゃなくていいわよ。ほらほら早く。え？ただいま。ただいまって、自宅気分、そんなに家に来たりのかな。でもその割には初めて会うんだけど。あれ、おかえり。いつ日本へ帰ってきたの？おかえりってひかに、いつ日本へ帰ってきたの？今一瞬違和感があったような。言うこと同じって、やっぱりあんたたち似てんのね。帰国はついこの間よ。カナメには連絡しておいたんだけど、こっちにも早く顔を出そうと思ってたんだけど、イタリアから送っといた荷物が届いたりして片付けに時間がかかっちゃってね。ヒカルさんはイタリアにいたんだ。で、今日偶然仕事帰りに駅前で会ったってわけ。ふん、相変わらず派手なメイクだね。最近つけまつげを変えてから調子がいいのよ。やっぱり日本で売ってるものの方がしっくりくるわね。どう？ますます惚れそう？
この人、他の兄弟とも随分仲がいいんだな。俺に、大地、ヒカ兄は綺麗だけど、俺の好みじゃないんだよな。うん、また。へえ、じゃあ椿は、どんなのが好みなの？俺はね、彼女みたいな感じ。顔も性格も超タイプかも。超タイプかも。っていうか、妹っつうだけで、俺の中では本命攻略対象っつうか。何を言ってるんですか、椿さん。だって本当のことだよ。そんな笑顔って言われても。椿、あんたは相変わらず妹萌えなのね。あ、それは俺も。ちょっと神様で彼女さんの前でなんてことを言ってるんですか。She totally misunderstands. ん？彼女？え？だってヒカルさんは神さんの彼女なんですよね。冗談でもそんな怖いこと言わないで。え勘弁して、本当に違うから。ひーちゃんは俺の彼女じゃなくて君の兄弟。なんだ、誰も言ってなかったの？聞いてません。こんな綺麗なお姉さんがいたなんて。ほんと誰も何も言ってないのな。ウケる。どういうことですか？ただいま帰りました。光る、なぜお前がここにいる？ただいま。光る兄さん来てたんだ、久しぶり。リリーさん、今なんて？ただいま。その後です。ヒカル兄さん久しぶり？あれ？違うかな？違うかも。お兄さん？面白い！超予想通りな反応！ヒカルさん、どう見ても女の人で。妹ちゃん、ヒカルは正真正銘男だよ。俺のすぐ下の弟。まあ化粧は見ての通りうまいから女性っぽく見えるけどね。まあね、私のメイクの腕を舐めてもらったら困るわね。よかったらあんたにも教えてあげるわよ。 OK, so it turns out that scene wasn't different at all。明日はクリスマスイブだ。プレゼント誰に渡そう？Okay, so we do get to give a present. Definitely Kaname. Masami through Hikari-san. I think it might be in there. Yeah, there he is. Ah, the stars look so pretty. Grab your tea, ladies. It's time to play. もうすぐ約束の7時。緊張する。年頃の娘がクリスマスイブに一人部屋に閉じこもってゲームとは情けない姿だな。ちょっとくらいクリスマスを満喫しようとか思わないのか、お前は。いいの、明日は家族でクリスマスパーティーなんだし、それで十分クリスマスは喫茶店できるもん。それにこのソフトもすごくでこわいしね。もう3日もしつこくプレイしてるのに、いまだにノーマルモードでしかクリアできないだなんて、これ私に対する挑戦だよね。こうなったら受けて立つしかないでしょ。そのような難易度の高いソフトをよく発売したものだな。このメーカーは正気か？それはそれとして、やはり地位の姿が情けないことは事実だ。何を？出かけるって言ったら心配するくせに。当たり前だ。お前が今日一緒に過ごしていいのは女友達か家族全員か、あるいは私だけだ。はいはい、本当は私だって素敵なクリスマスイブを過ごしたかったけど、ぼんやりしていたら
結局約束の一つもないままになっちゃったんだよね。そういえば今日兄弟の何人かは張り切った格好で出て行ったな。え、本当？みんな彼女とかいるんだな。聞いたことなかったけど。ああ、特に要なんかはピシッと決めていたぞ。うん、要さんも誰かとクリスマスを過ごしているのかな。それはそうだよね。モテるみたいだし。でもなんでだろう、なんでこんなに胸がモヤモヤするの。ちぃ、電話が鳴ってるぞ。メール？誰からだろう。なんだ。ごめんジュリー、私やっぱり出かけてくれね。は？いきなりどういうことだ、ちぃ。午後7時にマンションの下に来られる。おしゃれしてきてデートしよう。That's what the text said。 画面に表示されていたのはちょっとそけない、これだけの文字でも差し人の名前を確認したとき、私の胸のモヤモヤは晴れていた。妹ちゃん。あ、カナミさん。へえ。なんでしょう、なんだから上から下まで見られているよな。今日の妹ちゃん、なんだか大人っぽいね。あ、そうですか。うん、そういうワンピースを着ると高校生には見えないな。すごく似合っているよ。おしゃれしてきてくれてありがとう。だってカナミさんがそういうメロを送ってくるから。うん、でも想像以上だった。今日の君は一段と綺麗だよ。見違えた、本当に。カナミさん、顔が近い。じゃあ行こうか。車までエスコートしますよ、お嬢様。お嬢様って。あ、今日の夜を俺が忘れられない特別な時間にしてあげるね。はい。この耳を追いたくなるような恥ずかしいセリフ、よく口にできるな。 Ooh, we're actually in the car. Wait for this. これからどこへ行くんですか？秘密。え？安心してよ。そんなに警戒しなくていいからさ。取って食べたりしないし。はあ。ん？それとも取って食べたりした方がいい？何言ってるんですか？今夜はこのままどこかに一泊しちゃう？しません。I wanted to。ほら、ちゃんと前見て運転してください。でももう到着。え、ここってもしかしてホテル？どうしたの、妹ちゃん。一泊しないって今言ったばかりじゃないですか。でも今日は最初からここに来るつもりだったんだよ。言ったでしょ、忘れられない特別な時間にしてあげるって。この言葉の意味わかるよな。ええ、それってまさか。今日は二人きりで甘い夜を過ごそう。ダメです、カナミさん。別の場所にしませんか。それにここすっごく高級そうだし。そういうことは妹ちゃんは気にしなくていいの。それとも妹ちゃんは俺とこういうところに入るのは嫌？それは嫌ではない気がするけど困ります。I think this one。 Yes。 嫌ではない気がしますけど、でもやっぱり私。大丈夫、何も怖くないよ。ちゃんと優しくするからね。あの。That's funny。カナミさん。ごめん。だってあまりにも君が焦った顔するから、なんだか可愛くてさ。で、ね、
大丈夫だよ。今日はここに泊まるんじゃなくて、飯食いに来たんだよ。I knew that from the beginning. Just going to a restaurant there. ご飯?そう。ここのディナーが美味しいって有名だからさ。一度妹ちゃんと一緒に来てみたかったんだよね。私は一体どういう感じがよ。もちろん、お嬢様がお望みなら本当にディナーの後に泊まってもいいけど。いいねをさせていただきます。こちらの女性には口当たりのいいノンアルコールのカクテルを。僕はシャンパンにします。There he is with the champagne. How cute! Oh, you can see our little cocktail in the background too. Love it. This is a cute CG. かしこまりました。カナメさん、こういう場所に来てもなんだか堂々としてる。慣れている感じがするな。やっぱり女の人とよく来たりするのかな。ああ、そうか。ん?どうかした?カナメさん、本当は今日一緒に過ごしたい女の人がいたんじゃないですか。私、そのアヌメなんですよね。は?アナウメ?その女の人が来られるなくちゃったから、しょうがなく急に手としようなんてメールを私に。おい、ちょっとその妄想やめて。妄想? She like thinks there's absolutely no way that he could ever like her, even though he's made it so clear. あのね、この店は正真正銘君と来るために予約したの。当日の連絡になったのは謝るよ。まあでもギリギリまで仕事の都合がつかなかったんだ。誘っておいて万が一仕事で予定が潰れたらかっこ悪いだろ。それに明日はみんなで過ごすんだし、イブくらいは君と二人きりになりたいと思ってさ。だから誘った。本当にそんな風に真面目に言われるとどうしたらいいかわからなくなる。お店の雰囲気もちょっと大人っぽいけど、そんなに緊張することはないよ。むしろ固くならずに食事を楽しんでほしいな。はい、ありがとうございます。は、え、どうしました？妹ちゃん、俺車で来たのにアルコール飲んじゃった。あ、ってわけでやっぱり今夜は泊まっていこうか。もしかして隠しなんですか？まさか。そう言って笑うカナメさんに呆れながら胸がドキドキしてしまった。本当に今日は忘れられない夜になりそう。 That was cute. Oh, it's not done yet. 結局私たちはタクシーで帰ってきた。今日は付き合ってくれてありがとう。あ、でも二人きりで過ごしたのはみんなに内緒だよ。羨ましがられるから。そんなことないですって。でも私の方こそありがとうございました。あ、そうだ、私もクリスマスプレゼント買っておいたんだった。 Right here, the silver accessory. あの、カナメさん、今晩のお礼券クリスマスプレゼントです。俺に？はい、ありがとう、嬉しい。喜んでくれてよかった。初めて男の人と二人で過ごしたクリスマスイブ、その相手がカナメさんで嬉しかったな、なんて。今日はクリスマス。 Okay, so the Christmas Day scene is the same as usual, so I'll link it in the iCard above. ま、家族の一線を越えたいなら俺が協力してあげるけどね。Okay, I think I found one more new one. So let's try it. You and she に行きたいです。了解。じゃあ行こうか。今日はあんまり人もいないみたいですね。確かに休日にしては空いてる方かも。これだけ人がまばらだと思う。存分のアトラクションに乗れますね。そうだね。妹ちゃんはどのアトラクションが好き？Okay, I looked it up and apparently the jet coaster is the correct answer. ジェットコースターが好きです。あ、俺も。本当ですか?
うん、気が合うね。あのてっぺんに上がるまでのドキドキ感、それがいいんだよね。わかります。うん、一番高いところに上がるまでに手つないだりとかキスしたりって余計にドキドキする。たまらないよね。She's like, あれ、妹ちゃんどうしたの？カノエさんとジェットコースターに乗るのはやめとこう。おい妹ちゃん、あっちのティーカップにしましょうか？え、なんで？なんでもです。それじゃあそろそろ帰ろうか。 Okay, that was cute. And now it's time for New Year's. I believe there is a different scene for that one, but let's find out. Oh, and if you're wondering, it's Tsubaki and Azusa's birthdays right there. 新年明けましておめでとうございます。Okay, so the first part of the scene is the same, where she puts on her special New Year's outfit and then they all head towards the shrine. But then after that, it'll be different. ここからはそれぞれ別行動にしましょう。また後でこの場所に集合ね。わかりました。私はどうしようかな。今年初の牛。キャッツ、椿さん。うん、今年も君は安定の抱き心地。これからもギューってしたい、させてほしいな。っていうか無理やりにでもするけどね。私が同意してもしなくても関係ないってことだよね、これ。おい、ツバニ、てめえなんでこいつに抱きついてんだよ。抱きつきたいから抱きついてんの。なんか文句あんの？大ありだろ。まあまあ、ユスケ君、落ち着いて。おめえも少しは拒めよ。私が拒んでも、犯人拒まなかったとしても結果は一緒なんだよ、ユスケ君。さっきそれが分かっちゃったの。な、何言ってんだおめえ。ねえ、俺と一緒にお参り行こ。サクッと俺を無視すんなよ。お、まだいたんだ、赤い人。うるせえ。つか俺も参拝しようと思ってたんだよ。だから、おめえも行こうぜ。仕方ないね。ユウスケも入れてあげようか。ツバニーが答えんじゃねえよ。ツバキさんやユウスケ君と参拝できるのは嬉しいけど、でも。お、どうした？ぼんやりして。なんでもないよ。今ふっとカヌミさんはどこにいるのかなって思っちゃった。ああ、she's thinking about カヌミ。Go along with them. Oh, okay, obviously we have to pick the カヌミ choice. カヌミさんはどこにいるのかな？一緒に行きたかったけど。ってあれ？やだな、私ってば。どうしてあの人のこの、なしなし、今のなし。あの、私も一緒に行きます、お参り。So she goes with them anyways, okay? お、じゃあ行こうぜ。今年も家族みんなが健康でありますように。うん、ちゃんとお願いできたと。演技がうまくなりますように、仕事がたくさん入ってきますように、アワード取れますように、限定のフィギュアが買えますように、俺の大好きなラノベがアニメ化されますように。Oh my gosh, me at the wishing well. 俺の妹が俺の恋人になりますように。むしろ妹がもう椿さんしか見えないって言って俺の腕の中に飛び込んできますように。そしてあわよくば一線越えられますように。来年もあいつと同じクラスになってよ、一緒の大学へ行こうなとか言えるといいよな。うん、笹倉の野郎は別のクラスになっちまえ。それからあいつにちょっかい出す兄貴たちもとっとと脱落してほしい。マジで俺だってギューとかやってみてんだよ。あ、嘘です、調子こきました、すいません神様。この人たちは一体何をお願いしているんだろう。This is so funny. This is definitely different than the other times. こっちに来て。静かにね。カヌミさん？え、腕を引っ張れたんだけど。あ、カヌミさん。ツバちゃんやユウちゃんと一緒にお参りするなんて聞いてないよ。俺すっげえ寂しい。
Oh my gosh, so it was a delayed. Okay, I was wondering, because when I picked that, I didn't get any hearts, but I didn't see how that could have been the wrong choice. Eh? じゃあ今から一緒に行きます? お参り。うん、いい。だって俺、僧侶だし。は？神様なんて不確かなもの、信用してないんだよね。じゃあ、お参りしなくてもいいじゃないですか。まあね。でも、君が誰かと一緒に行動するのは少し面白くなかったから。え？何なんだろうな、一体。カナミさん。いや、何でもないよ。ところで、何をお願いしてきたの？俺たち二人の未来についてとか？は、はあ？え？何その小馬鹿にした反応。俺との未来を願ってくれたんじゃないの？私がお願いしたのは、カナミさんも含めた家族みんなのことですけど。そんな。相変わらずだな、この人。そういえば、カナミさん、今日はお仕事を休みしちゃって大丈夫だったんですか？うん、うちは7日までは休みだから。え？お寺ってお休みとかあるの？しかもお正月に？なんだか変じゃないですか？どうして？どうしてって、カナミさんのお寺って一体どんなところなんだろう？聞きたいけど聞けない。カナニーがお勤めしてるお寺はね、わっ、椿さん、通称ホスト寺って呼ばれてる超ふざけたとこなんだよ。だから正月は休みなの。おー、ブロー、 So it's true. He's definitely a host. Okay, confirmed. I wonder if she's gonna have a reaction to this. ホスト寺？まさか、カナミさんみたいとお坊さんか他にもいるの？ああ、ツバちゃん、いきなり現れて何言い出すんだよ。妹ちゃんに変なこと吹き込まないでよ。いきなり現れてんのはそっちだろ。つうか、お参り済んだらいきなり君がいなくなってるし、超焦ったっつうの。あ、ごめんなさい、ツバキさん。突然カナミさんに拉致されたんです。拉致？うわぁ、やっぱりね。カナニー、正月早々最低。ところで、椿さん、ユスケ君は？ああ、うざいなって思ったから、巻いてきた。うわ、椿ちゃん、弟に対してひどい仕打ちだね。最低。カナニーには言われたくねえよ。俺だって、椿ちゃんには言われたくないね。なんだかんだ言っても、兄弟みんな、仲がいいんだよね。こうして家族でお参りに来られてよかったな。 Okay, that was crazy. And I hope that the next cutscene gets into this even more, because what the heck? We have been going for quite a while though, so I'm gonna go ahead and pause this episode here. We probably don't have too many episodes left, maybe 2 left at most. But yeah, please look forward to the enchanting conclusion of Kaname's route. Are we gonna find out more about his host club ways? It sounds like it might be the same as it was in the anime where he worked for Club Buddha. But yeah, let me know your thoughts in the comments below, and I'll talk to you next time. Bye! I love when you make that face. My heart could stop. How is it that you always have the upper hand on me? It really turns me on when you get so impatient like that. I fall more and more in love with you every day. The way you're worried about me, it's cute. I can't wait until I get you back here. Welcome to Evermore. 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 You heard the man. We can't see each other anywhere else.